2020 J リーグ明治安田生命 J3 は第10節を迎えました。画面の左側がガンバ大阪 U23、 そしてホーム画面の右側が YSCC 横浜です。それでは両チーム、まずホームの YS 横浜のスターティングラインナップです。そして一方のガンバ大阪 U23、 ここで宮本がくさびになってボールはまだつながっている。裏にボールが通った、西山のシュート、決まった。カウンターからまずは YS 横浜先制。西山今シーズン初ゴール。川崎から前にボールで遠山にボールが通った、かわしていこうというところ、このセカンドボールを拾って左サイドにボールが出る、遠山オフサイド、これは惜しい形になりました。縦一本、同点のチャンスを逃しましたガンバ。縦に出しましたが、これはダメ。あ、左サイドが西山がボールに追いつく、手を挙げている宮本、シュートを狙った9番の大泉です。大泉のシュート、裏にボールはあっと伊勢ですが、ここは合わなかった。戻った川崎、川崎から伊勢、オサイドはない、伊勢から川崎にボールが出た、シュート決まった。1対1同点。一瞬オフサイドかと思ってディフェンスラインが少し動きが止まりました。このボールは取り返した、中央でボールを取って一丸が後ろに戻した、さらに川崎、川崎のシュート、決まった。川崎2点目。これは見事なゴールでした。相手のボールを奪ってのショートカウンター。さあここで佐藤のドリブルです。宮本が横にいる、スルーを出そうというところ、宮本にボールが取った、シュート決まった。宮本も今シーズン5点目。グランダーのボールで遠山、後ろから行った、これはファールは長いか、流した、流した、中にボールが出てトラップして山口がこの位置かわした、シュート、決まった。山口のゴール、ここでうまくかわして最後キーパーと1対1。見事にゴールを決めました。いい形になったボールを取った、ショートカウンターからシュート、浮かしてしまいました。最後浮かしてしまいました、代わって入った10番の柳。西山から佐藤がこの位置、佐藤が入れ替わる、入れ替わってシュート、あー PK、 PK です。ハンドがどうやらありました。26番の奥野、落ち着いて決めました。宮本今日2点目、3対3同点。さあここがワイドオープンになった、伊勢、伊勢の右足、キーパー正面、決定的な形でしたがキーパーの正面。
川崎ドリブル得意です。塚本と入れ替わる、あ、面白いボールだ、遠山にボールが取った、1対1かわした、シュート決まった、オフサイドはありません。遠山ゴールを決めて4対3。ここはいいボールでした、川崎のボール、素晴らしいボール。船橋がちょっと手を挙げていましたがオフサイドはありませんでした。YS 横浜土立て、中に大泉が入ってくる、左足のシュート、すごいシュートが決まりました大泉。ここのドリブルから前が空いたところ、素晴らしいミドルのシュート、シュートまでは持っていけない、おごちくボックスの中に入る、仕掛ける、仕掛ける、右シュート、決まった、おごちくサイド逆転のゴール、おごちく J リーグ初ゴール。川崎、川崎から右サイド、塚本が行く、塚本が行く、塚本返して左足、塚本の左足、なんと5対5同点、アディショナルタイムで同点に追いつきました、ガンバ大阪。ここでもう一度、ここで試合終了のホイッスル、結局最後は5対5、アディショナルタイムで同点に追いつきました。